はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、危険水面に銃を撃つとどうなるのかということで、今回はね、誰もが一度は疑問に思う、本当に思うか分かんないですけど、疑問に思うその銃弾をね、水面に撃ち込んだらどうなるのか、それをね説明していきたいなというふうに思います。で、ちなみに、今回ね、使う主な資料はこちらですね。NRA の銃の基礎知識という本ですね。この本は、結構ね、その銃の世界のバイブル的なね、そういう部分があるので、銃に興味がある人はね、概要欄のリンクからご購入を検討していただけると幸いですという感じなんですが、別に案件でも何でもないので、それはそれとして、どうでもいいんですけど、どうでもいいのか、よくわかんないですけど、まずですね、最初に言っておかなきゃいけないのは、その銃をその浅い角度で水面に撃つと、その水切りみたいにね、その石の水切りみたいに長弾になって、対岸にね、弾が飛んでいくことがあるので、不用意に水面に銃を撃つのは危ない。で、特にその水鳥をね、その水にプコプコ浮いてる鳥を、散弾銃で撃つときとか、その対岸にね、人がいると危ないし、そもそもね、そんな斜線にね、近い場所にね、人がいるのに、銃撃つなっていう、そういう話になりますが、何はともあれですね、その浅い角度でね、この銃弾を撃ち込むと、長弾になることがあるわけですが、じゃあ、その長弾にならないような、その垂直に近い角度とかで撃ち込んだりとかしたらどうなるのかっていう、そういう話で、これはですね、結構弾によって変わります。で、まずそもそもね、その先端の鉛が露出しているそのソフトノーズとか、あとはその着弾した後にこうエキスパンディングする、要は広がるような弾、そのホローポイントみたいな弾だと、その瞬間的にこう着弾した瞬間にこう弾自体が砕けたりとか、エキスパンションして要は広がって、貫通力自体がね、すぐに下がるので、要はすごく抵抗が増えるってことですね。そういう風になるので、こういう弾をね、その水中に打ち込むことはできないというか、打ち込んでもね、大してね、進まないんですけど、でも、その軍用のそのフルメタルジャケットとか、そういうね、比較的こう、弾頭が変形しづらい弾なら、若干ね、水中にも打ち込めて、その 7.62mm のライフル、この本によるとですね、30口径って書いてあって、ちょっとその3006のスプリングフィールドなのか、7.62×51mm なのかちょっと謎なんですけど、こういうですね、その大口径のライフル弾っていうのを垂直に打ち込んで、でそれで致命傷になり得るのは、せいぜい 30cm っていう風になってますね。1フィートって書かれてるので大体 30cm ってことで、60cm ぐらい潜れば大丈夫みたいなね、そんな感じ で、そしてその銃機関銃とかね、あとは対物ライフルで撃ってるようなそういう50口径の弾、多分普通にね 12.7×99mm だと思うんですけど、こいつを垂直に打ち込んだ場合は 1.2m から 1.5m ぐらいまでね、殺傷能力が残って、結構深いですよね。 1.2m、潜れなくはないけどみたいな、そんな感じに残って、で45度とか60度みたいなその角度をつけると、角度つければね、その分こう抜かないといけないね、その水の量が増えるので、角度をつけると浅くなって、0.9m とか、1.2m ぐらいまでしか殺傷能力が残らないという、そういうことなので、総じてみるとね、気合を入れて、頑張って潜れば、上から銃で撃たれても大丈夫といえば大丈夫というね、そんな感じです。ちょっとそのどうやって息継ぎするのかとかはね、ちょっと謎ですけどねという、そんな感じです。はい、ということで、今回はね、水面に銃を撃つとどうなるのかという話でした。とりあえず話をまとめると、長弾に気をつけた方がいいって話と、意外と進まないから、頑張って潜れば多分大丈夫かなみたいな、そういう話です。はい、ということで、今回この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。